フライパンももう買わなきゃな。よいしょ。パンを切るナイフ今探してるんですけど、前から普通の包丁で切ってて、これちょっとこれね、なんかめっちゃ簡単なんだけど、こうやってね、ネギ大量、ベーコン大量、卵少量入れて混ぜて、で、あとはご飯を混ぜて醤油で味付けするだけ。醤油が味がついてて美味しいよね。これね、もう私が結婚する前から使ってた醤油入れ、とうとう割れました。気を取り直して。これが出来上がりのフライドライスで、でこれでね、昨日のお味噌汁と一緒に食べる。ディアトリコはパスタが欲しいって言うから、なんかオレンジオレンジになっちゃうね。今日ね、これから壊れたコーヒーメーカーを修理に出さなきゃいけなくて持っていくんですけども、ダディ一人で行けないっていうので、ママも行かなきゃいけなくて、これでいいです。今日のお弁当はね、超超手抜き弁当。今ね、ブレーキングバッドをカイとカズと一緒に見てるんですよ。飛ばしですけどね、これ3回目なんですよ。すごい面白いです。ネタバレはしたくないので、皆さん見てください。ぜひ見てない方はね。テレビシリーズの中でトップ3に入るんですよ。絶対入る。包丁で。もうすぐヨーロッパはね、イースターなので、イースターエッグを昨日ね、リアとリコが作ったんですね。今日卵が残っちゃったから、これを抜けようかな、お弁当に。すごい抜きにくいんですけど、これどうしたことでしょうね。ちゃんと冷えてから抜くといいって言われたんですけど、ちゃんと冷えてるんですよこれ、昨日だからね。でも、あー、もしかして半熟卵だ。なかなかね、難しいですよ。あ、でも美味しそう。どうやってお弁当に入れるの。
今日はね、パスタランチ。このね、缶詰を使うんだけども、本当の肉と野菜をね、足して作ります。ちょっとね、今8時だから今急いでやってます。これね、チキンをこうやって小麦粉につけてオイルとバターで焼こうと思って、でもうね、今フライドライスも作ってお味噌汁も作って、これは最後のお弁当のおかずです。今日はね、スープはこういう、ね、じゃがいもとかブロッコリーとカリフラワーの茎とかが入ってて、これはさっき作ったチキンで、これはいつものほんとベーコンとネギと卵のもうほんと定番、味付けはお醤油のね。でこれから詰めていきます。美味しそうじゃない？美味しそうですか、リアさん。ちょっとね、今日は GoPro で撮ってみます。どんな感じか、朝、今日朝焼いたパンです。もうね、なんか発酵が昨日すごいできなくて全然膨らまなくて、多分失敗なんですよね。で、ここでブロッコリーを茹でようとしていて、昨日のこれとこれがお弁当のメインですね。あの朝食用にツナサンドイッチを作ろうとしております。
なんかね、このツナサンド、ツナサンド、ツナトーストっていうの、大学時代にカフェテリアにあったもので、すごい美味しかったのでね。でもうちのちょっとチーズがあんまり好きなので、チーズは入れなくて、でキュウリも本当は入ってないんですけど、キュウリ入れてね、作ってみたいと思います。今37時32分でも早く作らなきゃいけないでしょ。これがね、本当に子供がいなくて、まるで時間に気にしないで作っても良くなると、本当どうなるんだろうなって自分で思います。なんか余裕を持ってちゃんとして作るのかなとかね。そんなことしたことないので今まで。だって一人暮らしの時は別にそんなにちゃんと料理するわけじゃないでしょ。まあ一人の時はね、どうやってやってたのかもう覚えてませんよね。あまり料理してなかったような気がする。スペインにはね、こういう大きいマヨネーズがあるんですね。本当ね、うちね、いろんなものがなくなる家庭なんですよね。ブレッドナイフ、今パンを切るナイフ、まあ、探してるんですけど、前から普通の包丁で切ってて、これちょっと、シナモンに付き合えたら分かるかな。こんな感じでな、ちょっとこうツナトーストが出来上がりました。どう、おいしい。ちょっとまずはおいしいと言っていただきます。もうちょっとだけ、ソースみたいなね。これでやんだから、ちょっと、うん、でもソースとしてだから、こういうマリアの飲み物。これがね、壊れてたそうです。だからこれをね、変えて80ユーロかかったんですが、もう本当に普通に美味しくできるので良かったです。なんか新しいモデルですごいいいのが出てたら、もしかして買ったかもしれないんですけど、このモデルしかなかったんですよね。これだったけど、うん、okay. 今日のリコのおやつです。あ、待って、やって、あ、これライト、これが目で、わかる？リアはね、すごくスローモーションが多くて、誰にもらえた。見せて。じゃあもう一回。